足が壊れちまってんじゃ。水道橋を建ててた頃が恋しいよ。あなたがこの宿のご主人ですか？可愛いお嬢さんがベアラー兵なんて連れて私に何の用だい？できればロザリアで旅をするのに安全な道を教えていただければと。その前に気をつけるんだね、お嬢さん。今のロザリアで目立つことをすれば、たとえ誰のベアラーだろうとしょっぴかれちまう。そうなりゃあんたもただじゃ済まないよ。ならなおのこと教えてくれないか。ガブからあんたを頼れと言われた。こっち。すまなかったね。私はこの宿の女将をやってるマーサだ。シドたちの協力者ってところさ。隠れ家にベアラー兵の新入りがいると聞いてたけど、あんたのことだね。それでどこへ行きたいって？フェニックスゲートだ。どうしても確かめたいことがある。そうかい。なら駐屯兵が少ないイーストプール方面がいいけど、そちらへ向かう橋が壊れちまってね。私らも行き来ができなくて困ってるんだ。だけど修理しようにもうちの大工が戻ってこない。全く困ったもんだよ。戻ってこないってなぜです？さあ、仕事に出て行ったきりさ。もしや途中で魔物に。だったら俺たちが迎えに行く。連れて戻り次第急ぎ橋を修理してほしい。いいとも。こっちにとってもありがたい。悪いけど頼めるかい？マーサさん、その方はどこへ？堕落の門に続く橋の点検に下の湿地へ向かったきりさ。湿地には魔物も多い。急いだ方が良さそうだ。そうしてくれると助かるよ。湿地に降りるなら門の脇にあるはしごを使うといい。うちの大工はバーナードってやつだ。無事なようならそのまま橋の修理に向かうよう伝えておくれ。まずは橋のところまで行きましょうか。橋が壊れちまってんじゃ。イーストプールへ荷が運べないよ。門の脇にはしごがあると言っていたな。この辺りか。ベアラー兵か。あんまり変なことすんなよ。ああ、助けてくれ。今のはこの先だ。行くぞジル。まずいな。早く助けましょう。Come on.
ありがとうよ。おかげで助かったぜ。もしや大工のバーナードさんでは？ああ、そうだが、お嬢さんたちは何者だい？マーサさんの依頼であなたを迎えに来ました。そいつは面倒をかけたな。橋脚の点検を終えて一息ついてたところを魔物に絡まれたんだ。あんた方が来てくれなかったら俺は今頃おっちんでたよ。ご無事でよかった。やれやれ、マーサにも心配させちまったな。イーストプールへと抜ける橋を修理するようマーサさんから伝言を預かっています。おっといけねえ、さっさと直せって言われてたんだ。急いで向かうとしよう。よし、ちゃちゃっと修理するから少しだけ待っててくれよ。私たちもイーストプールへ急いでいたものですから、帰ったばかりなのにありがとうございます。なんのなんの、助けてもらった礼だ。ありがとな、お嬢さん。あとベアラーの兄ちゃんも。俺もシドやマーサと付き合いが長い。あいつらの活動のこと少しは分かってるつもりさ。そうだったのか。俺はこのまま作業を始めるから、マーサに報告だけしておいてもらえるかい？ああ、わかった。橋は修理中だ。もう少し待っててくれ。イーストプールまで急いでる。橋が壊れてるんだ。イーストプールに来たきゃ、修理を待ちな。また税が上がるらしいぞ。うまいか？いっぱい食えよ。水道橋を建ててた頃が美味しいよ。エウィン様は俺たち難民まで雇ってくださったからな。二人とも戻ったんだね。バーナードは無事だったのかい？ええ、今はもうイーストプールへの橋の修理を。やれやれ、よかったよ。魔物に襲われていたが幸い怪我はなかったようだ。北の黒の一帯が広がってるのか、ここらも最近は魔物が増えてきてね。今度からは傭兵に同行させるようにするよ。ありがとう、あんたたち。大したことはできないけど、橋の修理が終わるまでうちで少し休んでって。それじゃお言葉に甘えて。待つだけじゃ手持ち無沙汰だろ。エールでも一杯どうだい？うまくもまずくもないザンブレクさんだけど。いや、結構。この宿場はベアラの数が少ないようだ。確かにあまり見かけないわ、この辺りで。広告の測量になって何かあったのか？オリフレムのクリスタル不足を補うためだ。何でもコートじゃドレイクヘッドからのクリスタル採掘量を削減してるって話でね。その影響で私ら民草へ配給も少なくなってたんだが、今度はクリスタルなしで労働できるベアラまで取り上げられるようになっちまった。ザンブレク公国はベアラをひどく扱ってきたけど、ここも属領になってからは同じさ。やあ、シーア。男の子を産んだそうじゃないか。
赤ん坊はどうしたんだい？聞いてちょうだい。恐ろしいことにベアラーだったの。おぞましいったら。まあなんてこと。お役人には届けたの？すぐに軍で処理してもらったわ。今日はその帰り。気が気じゃなかったんだから、何か悪いことが起こるんじゃないかって。そう、でも処理が済んだのなら一安心ね。ママ、ちゃんとした弟が欲しい。ええ、きっとそのうちにね。それまでいい子にできる？どう？わかった。信じられないかい？ヘルウィン様が治めていた頃のロザリアでは、ベアラーはここまでの扱いを受けなかったものね。でもこれが私たちの当たり前なんだよ。これを近くの修道院に届けてもらえないかい？あんたたちはあそこでしっかりと現実を見た方が良さそうだ。修道院というのは？悲しみの入り江にあるグレードモン修道院だ。あそこの院長とはちょっとした知り合いでね。マーサからの届け物だといえば通じるよ。わかった。いらっしゃい。次もごひいきに。さあさあ、いらっしゃい。安くするよ。私たちベアラーのこと何も分かってなかったのね。そうだな。今だ。
敵がいる。気をつけて。今だ。行け。
見えてきた。あれがマーサの言っていた修道院だな。行きましょう。今だ。何かご用で。あいにくここでの祈りは受け付けていないのです。すみませんね。マーサさんの依頼で
お届け物が。なるほど。お二人ともこちらへ。いやだ、死にたくない。痛い。どうか痛み止めを。暗い、怖い、一人にしないで。ここにいますよ、大丈夫。この人たちは、マーサがこれまで買い取ってきた、捨てられようとしたベアラーたちをここにかくまっているのです。彼らはもう長くはない。ここで石になって死んでいくだけ。全身に石化が。これはベアラーが必ずたどる末路。全身が石化するまで生身のまま魔法を使うことを強いられ、動けなくなれば捨てられてしまう。私にもマーサにもこの現実を変えることはできません。だからせめて最後くらいは人らしく見とってやりたいと。あなたの魂が幸多きものであれと心より祈っていますよ。安心を。ありがとう。お薬を届けてくださって本当にありがとうございました。彼らも少しは楽に行けるでしょう。宿場へ戻ったらマーサにまた二人亡くなったと伝えてください。マーサのところに戻るか。ええ、そうね。
ああ、戻ったのかい。届け物をありがとう。院長からだ。また二人亡くなったと。そう。少し話そうか。どうだい、現実ってのを見た感想は。何も分かっていなかったということを今更のように思い知ったよ。ベアラーはただ少し人と違うだけだ。それなのに虫けらや化け物のように扱われる。これがおかしいって気づいた奴が動かなきゃ、いつまで経ってもイカれた当たり前のままなのさ。だからあなたはシドに協力を。大したことはしてないよ。私にできるのは彼らを買ってかくまうことだけ。じゃあ修道院にいたベアラーたちも。そう、書類の上では私の所有物だ。私の身分で手を出せるのはああいった先の短いベアラーくらいだけどね。悔しいけど。大工のバーナードから知らせがあったよ。イーストプールへの橋が修理できたそうだ。大事な用があるんだろう。気をつけておいき。世話になったな、マーサ。いけない、私そびれてた。こいつを見せれば私の仲間が何かと口を聞いてくれるはずさ。用事が済んだらまたおいで。シド、クライブ様とジル様は本当に生きていたのね。お二人とも行ってらっしゃいませ。どうかどうかお気をつけて。シド。よう、クライブ、来てたのか。その腕は。ああ、これか。長いこと戦ってきたからな。おかげで近頃は無茶もできん。まあこいつは歴戦の勇者の証ってやつだ。気にしなくていい。そうか、旅に出るんだな。世話になった。よくしていただいて感謝しています。自分たちで決めたことだ。俺たちの邪魔さえしなければそれでいい。どこへでも行っちまえ。シド。俺が昔好いてた女が難儀な生き方をしていた。お前のように。救ってやりたかったよ。一度は救えたつもりだったが、それも所詮は俺の独りよがりだった。シド、傲慢なんだろうな、他人を救うなんてのは。なんだかんだと言葉を重ねても
結局はこっちの思いを押し付けたに過ぎない。伝わらない言葉っていうのはどんだけ発しても発していないのと同じだったってことさ。けどな、これだけは言わせてくれ。過去のお前をなかったことにするなよ。受け入れろ。自分を受け入れてやるんだ。自分を。きっとお前の生き方はこれからも難儀なんだろう。だから自分くらいは救ってやれ。お前を救えるのはお前だけなんだから。やってみるよ。ジル、あんたもいろいろあるようだが、こいつのことをよろしく頼む。ええ、わかったわ。それで最後か。うん、ばあさんのお使いはしまいだ。どやされる前に帰るぞ。じゃあな。あんた、マーさんとこのベアラーだよね。一つ急ぎで頼みがあるんだよ。うっかり手を滑らせてクリスタルを落としちまったんだ。それも運悪く崖下の湿地帯まで転がっちまって。クリスタルで魔法を使わなきゃ売り物の魚も冷やせなくて商売上がったりだ。金ならいくらでも払う。俺のクリスタルを拾ってきてくれないか。仕方ない、行ってやろう。ありがてえ、助かるぜ。あと落としたクリスタルなんだが、もしかしたら魔物が食っちまったかもしれない。なんだって。この辺りの湿地帯に救ってるボグクラブってやつがクリスタルに群がってきたのが見えてな。なら片っ端から倒せばいい。頼もしいな、任せたぜ。崖下の湿地帯にはそこのはしごを降りれば行けるからな。商人に届けてやろう。
どうだ、俺のクリスタルは見つかったか。ああ、これだろ。これだこれだ、ありがとう。魚がダメになるかとヒヤヒヤしたぜ。間に合ってよかったよ。次からは気をつけるんだな。ああ、そうするとも。俺たちにとっちゃクリスタルは生活に使う以前に大事な商売道具だ。それなのにザンブレクの属領になってクリスタルの配給も少なくなった。昔のように簡単には手に入らないからな。二度と落とさないようにするよ。早く彼を見つけない。そのブローチ、君がクライブだな。腕の立つベアラー兵だとマーサから聞いてるよ。チョコボの支度をしているのか。どこかへ仕事にでも。人探しに向かうところだ。救い出したい奴がいるんでね。救い出すとは穏やかじゃないな。何かあったのか。いや、ただベアラーだったってだけさ。役人に突き出される前に何とか見つけ出したいところなんだが。そのベアラーはどこへ。身の危険を感じたんだろう。わずかな荷物を持ってここから逃げたよ。だが時期によってもかかる。その前に見つけて保護しなければ。クライブ、君さえよければ捜索に力を貸してもらえないだろうか。ああ、俺も探してみよう。協力に感謝するよ。探してほしいのはノリスという男だ。見つけ次第安全な場所で保護する。おい傭兵、捜索は進んでるのか。あいつは俺を騙してたんだ。早く捕まえろ。ベアラーのくせに人のふりなんかしやがって。やつを役人に突き出してやる。これ以上もたもたしようってんならただじゃおかねえぞ。落ち着いてくれ、ロナルド。これから彼と一緒に捜索に出るところなんだ。このベアラーと。ベアラーになんて任せておけるか。うん、俺が探しに行く。外は危険だ。俺たちに任せておいてくれ。ベアラーと手を組むてめえなんざ頼りになるかよ。クライブ、このままでは面倒なことになる。ロナルドは僕に任せて先に捜索を始めてくれ。ノリスは堕落の門の方へ向かったようだ。奴を見かけた人がいるかもしれない。どうか頼んだよ。騙されたと言っていたが。街道を外れようもんなら。おい、この辺りでノリスを見なかったか。やつなら湿地の方に走っていくのを見たぜ。こんな時間にランタンなんか持って妙に焦ってたが。湿地の方に。ありがとう、探してみる。ノリスが向かったのはこの辺りか。手がかりを探してみよう。
こんなところにランタンが。確かノリスも持っていたという話だったな。奴のものだとしたら向かったのはこの先か。魔物の死骸だ。ノリスがこれを。あんたがノリスか。誰だ。なるほど、頬にベアラーの刻印がないとは。だからあの男は騙されたと。あの男、まさかロナルドに言われて俺を捕まえに来たのか。親友だったのに、あいつよくも。俺は奴隷になんかなりたくないんだ。お前もベアラーなら知ってるだろう。ベアラーがどんなひどい目に遭うのか。誤解するな。俺はマーサの仲間に頼まれてきたんだ。あんたを保護するためにな。俺を保護だって。マーサは密かにベアラーたちを保護している。俺も世話になった。彼女は信じていい。マーサがそんなことを。確かにあの人なら何とかしてくれそうだが。迎えを呼びに行ってくる。それまでここに隠れていてくれ。分かった、ありがとう。そのすまなかったな。あんたをまるで悪者みたいに言っちまって。いいんだ、気にするな。そういえばここに来る途中でランタンを拾った。これはあんたのものか。ああ、魔物と戦った時に落としてたのか。昔ロナルドがくれたものさ。もう俺には必要ない。好きにしてくれ。なら俺が使わせてもらおう。あの男からあんたを守るためにな。刻印のないベアラー、ここまで隠し通してきたのに。ベアラーにな。ああクライブ、どうだいノリスは。おいベアラー、あいつを見つけたんだろうな。魔物が食い漁ってる死体のそばにこれが落ちていた。これは俺がノリスにやったランタンだ。あの死体がノリスなら残骸だけでもここへ運ぶか。そんなもんいらねえよ。死んだってんなら生成する。大体役人たちのベアラー管理がずさんだからこんなことが起こるんだ。もっと厳しく取り締まって刻印の入れ忘れなんかなくしてもらわねえと。クソ、ベアラーとつるんでたなんて一生の汚点だぜ。クライブ、さっきの話は本当か。まさかノリスは本当に。安心しろ、もちろん無事だ。スリーリーズ湿地にある小屋に行け。あんたたちが来るまで待たせてある。よかった。ああすぐに迎えに行くよ。ありがとうクライブ。少ないが報酬だ、もらってくれ。また税が上がるらしいぞ。北から黒の一帯が広がっている。この辺りは自然が持っているからな。
住処を追われた魔物たちも増えているだろう。そうね、気が抜けないわ。今だ。行け。取れ。
取れよ。そこか。今だ。取れ。今だ。これまで。
これは隠れ家のものと似ているが、何も起こらないようだ。おい、あんた、ちょっと来て。あんた、ちょっといいか。ってなんだ、傭兵かと思ったらベアラーかよ。まいったな。主の許可なしには。待てよ、そのブローチ、お前マーサのとこのもんだったのか。それなら話が早い。手を貸してくれ。実は最近ここらに魔物が増えてきてな、奴らの好物でおびき寄せて一気に片付けるつもりだったんだが、思いのほか集まってきて、どうにも手に負えなくなっちまった。黒の一帯に住処を追われこの辺りまで降りてきたんだろう。まったく、飢えた魔物を甘く見てたぜ。マーサに雇われたベアラーなら腕も立つだろう。この先にいる魔物を退治してくれないか。いいだろう、俺がそいつらを倒してくる。ありがてえ。マーサにはちゃんと礼を言っとくからよ。ここから少し行ったところに餌を設置してある。今頃魔物たちが群がってるはずだ。奴らを退治したら俺の仲間に伝えてくれ。イーストプールへの橋の先にブライスって男がいるからな。それじゃ任せたぜ。Come on.
Oh!
魔物というのはこいつらのことだ。よし、ブライスというやつに報告するか。あんたがブライスか。ベアラが、なんで俺の名を。あんたの連れに頼まれて魔物を倒してきた。すべて片付けたから安心しろ。あの数の魔物を倒したってのか。いや、お前がこっちまで来れたのが何よりの証だ。見上げた強さだな。しかしフレドリクめ、魔物退治をベアラーにさせるとは、奴の起点を褒めてやらねえと。とにかくご苦労だった。主に礼を言っておいてくれ。助かったってな。風車が回っているわ。あそこがイーストプールね。すべて片付ける。今だ。
ここには幼い頃将軍と来たことがある。マードック将軍はご健在だろうか。借り入れまで無事に育っておくれよ。随分と静かね。あのもしやクライブ様では、私ハンナです。マードックの家内の。マードック夫人。おもざしがあの頃のまま。クライブ様もジル様もよくぞご無事でおられました。ハンナ様、あなたこそ。ジル様。お二人ともここで立ち話もなんです。大したお構いはできませんが、うちに上がっていらして。ええ、喜んで。そうですか、あの日からずっと旅を。鉄王国の手から逃れるためとはいえ、はあ、幼いお二人だけで旅なんて、はあ、いろいろありました。でも、なんとか生きてここに。こうしてまたあなたに会えたのは幸いでした。ハンナ様はずっとこちらで。ロザリスならクリスタルの加護を受けられるでしょうに、移られないのですか。この家には思い出がありますから、ひっそりと暮らせるのならそれでよいのです。移ろうにもアナベラ様は平民を受け入れないでしょう。
ロザリアがザンブレクの属領になってから、アナベラ様が皇室に入られてから全てが変わってしまいました。ええ、そうですね。私ったら、クライブ様の前で。いいんです、おっしゃる通りですから。しかしマードク夫人、あなたは将軍の妻だ。貴族と等しい扱いを受けられるのでは。そう、ご存じないのね。夫はあの日亡くなりました。フェニックスゲートから戻らなかった。まさか将軍も。クライブ。まあクライブ様、お顔色が。旅の疲れでも出たのかしら。今夜だけでもどうか、うちで休んでらして。ね。せっかく部屋を用意してくれたのに。いや、甘えられないさ。明日の朝にはあなたの着替えも用意してくだされって。ご好意に感謝しましょう。あれから13年だ。俺は血を吐いながら生きてきた。俺はジョシアに生かされたんだ。だからあいつの仇を討つと誓った。この手で火のドミナントを殺すと。それだけが生かされた意味だと思ってた。だが現実はどうだ。ジョシアを殺め、将軍も多くの人も。なのにどうして俺はまだ生きてる。私も同じよ。私が戦って多くの人が犠牲になった。大切な人もたくさんたくさん。本当は私、ダルメキアとの戦で死ぬつもりだった。耐えられなかった。自分を保てなくておかしくなってしまいそうで。二人で月を眺めたのを覚えてる？あの時メティアにかけた願いは叶ったわ。あなたは生きてる。それにはきっと意味があるのよ。そろそろ寝ましょう。ああ。おやすみ、クライブ。また明日。
本当に助かりました。あの兵装のままじゃ悪目立ちしすぎた。こうして見ると若い頃のエルウィン様にそっくり。まさか父上のものが残っているとは。太后をお継ぎになる前はよく旅に出てらしたから、うちの人と一緒に記念に残していたものです。お役に立てたのなら何よりですわ。でもよかったんですか。思い出の品だったのでしょう。お気になさらず、エルウィン様もお喜びでしょう。よく似合ってる。感謝します、ハンナ様。本当にありがとう。お世話になりました。いいえ、こちらこそ。まるで昔に戻ったようで、たとえひとときでも幸せでした。お元気で。お二人に幸を伺わんことも。あなたもどうか元気で。イーストプールの北門を出ればフェニックスゲートに抜けるはずだ。行ってみよう。